じゃあ、こんにちは。はい、お願いします。清宮幸太。はい、良くなったよな。はい、1年通して4番打ってほしいですね。4番なの？いや、野村 J と、うん、まあ、1年通して彼らが相手ピッチャーに対して4番をどっちか打ってほしいですね。固定してもいいと思うんですけど、うん、固定するんだったら前後の打者のバランスもあるじゃないですか。どっちがいいと思う？うわ、僕右バッターの4番好きなんですけど。いや、俺も好きなの、はい、左の4番っていうのはあんまり想像しにくいんだよ、ね、ああ、なんでやろ。僕もそうなんですよね。あ、いや、だから、はい、俺は清宮は3番だと思って、はい、僕3か5でもいいと思ってます。あ、5ね、はい、5だったら今のメンバーで3は誰が打つの？僕ずっとコンちゃんやと思ってたんで、抜けてから今3番探しなんですけども、うん、万波の成長とか、うん、で松後率を残せる、決定打も打てる、3番当てはまると思うし、1番2番は上川畑の成長とか、うん、磯畑あたりが書きます選手としていれば、1番2番3番にそういうメンツがいれば、4番 J の以降に清宮やそれこそ万波を置いても右左右のスラッガー続けれるし、打線が面白いかなと思うんですよ。いや、清宮の今後の課題って何？スコアブックで言うと三振だと思ってます。でもそれ恐れすぎると残念な凡打が増えるじゃないですか。だから三振するんだったらもうブライアントみたいにブーンっていくのか、だからホームランを匂わす三振であってほしいですね。今年は何本ぐらいいける？うわ、球場事情も考えて。いや、ちょっと待ってくれ。球場事情っていうのは、まあファールグラウンドはもういいわ、それは、はいはい、ホームランが出やすい出やすいって言うんですよ。そうやろ。でもね、豊さん、うん、天然芝って湿気もあるじゃないですか、うん、そんな飛びます？いや、北海道の気候は飛ぶよね、多分。ああ、なるほど。乾燥してるし、その乾燥、空中の乾燥。ああ、だから俺は飛ぶと思ってる。ああ、であれば一層清宮のホームラン数の計算はすごく高くなると思うんですよ。30本いける？いってほしいです。僕はいける選手だと思ってます。いや、絶対いけるよ、はい、いや、40発いけるよ。おうおうおう。ただ今年は30発でいいかなって。それ何ですか？まだね、高めと低めの自分がどちらを狙うかっていう、これが分かってないような気がするんだよ、ね、彼は。肯定関係なく振るでしょ、はい、あの子はローボールヒッターだな、はいはいはい、もう昨年あのホームランを映像とか見たら分かるよ、はい、確かに上もたまに打ってるよ、はい、圧倒的にベルト付近からちょっと低めだからね。バットの出方、そうですね、うん、で、その三振してもいいって言ったじゃん。ブライアントみたいにわーって言ってもいいからって言って、はい、行ってもいいんだよ。行くのは低めであってほしい。ああ、なるほど。高めはもうほっといていい、まあ、実際高めの三振の時はもう窮屈にこうなってますから。そう、はい、いや、高めを打てば飛ぶっていうのは彼はよく知ってるんだよ、うん、でも、的確に捉えるのは低めだから、あの子は、はいはい、このバット軌道からフォローまで、はい、考えると。でもそれを意識してか、去年、うん、土台はしっかり地面につけてても低重心じゃなく高重心バッティングっていうんですか、うん、軸のポイントをちょっと上に上げるっていうようなバッティングをやってるっていうようなこと聞いたんですか。上げたらいかんよね。あ、そうですか。俺は上げたらいかんと思う、うん、沈み込むみたいな、はい、そんな感じで振り上げる。やっぱ重心はやっぱ下の方がいいですか。絶対その方がいい、はい、そしたらあの子は間違いなく30本は、ね、今年クリアできるよ。これよくへその下でぐっと重心をっていうのをこの辺に上げて待ってて、この辺をブレーンと打ちたかったみたいなんですよ。そう、うん、だそういう選手も増えてるじゃないですか。いや、それはね、その方が飛ぶから。あ、うん、だけど彼は他の人にないものはあの低めを持っていけるんだ。ピッチャーはどこに投げたい？やっぱ低めにいけるんだ。そうだよね、低めの方が圧倒的にボール数としたらあるんだよ、はい、そしたら高めっていうのは嫉妬じゃない、まあ、嫉妬捉えるっていうのもいいバッターなんだけど、やっぱ投げたいところに投げてそれを打ち返せるバッターは清宮なんだ。なるほど。だから低めに投げよう、はい、そのコースが少し甘くてもいいからって、はい、低めに行けよ低めに行けよってピッチングコーチに言われるじゃん。その低めを捉えられるんだあの子は。うん、いや、だから俺は低めを狙ってほしいって。高めはなんかね、手出すなって。どない言ってもどっちかというとスウェーするバッターじゃないですか、うんうん、そういうバッターこそ低めを最後拾い上げて運びきるとできるんですかね。そうそうそう、できるできる。高めは寄っていくと詰まるからさ。はいはいはい。だから低めなんだよあの子、はい、でもね、日本ハムのスカウトってすごいのは今川もそうなんだよ、はいはい、高めが下手なんだよ。万波は高めがうまいんだよ、はいはい、でも今川は低めがうまい。だからそういうバッターを取ってる。だからすごい素質にあふれてる選手が多い、はい、だから清宮は今年30本いけると思う。高めに手を出さなかったらね。 J と2人30本争ってるようなバッターだったら強いやろな。
右と左で30本ずつ。いやそれはこれ理想ですよね。だって今川だったら30本打てるだけのものはあるもん。も豊さん今川推しですよね。いやめちゃくちゃ推してる。めっちゃ推しますよね。いや確かにあんなに気分のいい野球選手野球人いないですもん、ね、そうでしょ、はい、気持ち悪い、ね、ちょっと煽りすぎてる。煽りすぎる、まあ、その意識が強く入りすぎる、はい、上に逃げる力がフェンスに行かない。ああ、もうちょっと打球方向に持っていってほしいって感じ。そう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 、まあ、例えば盗塁のスタートとすれば状態上げるなって、はい、こっちに力が抜けるから、はいはい、こっちに力が抜けてんだよね。少しもう少しこう煽ってもいいから、あの子の打ち方って煽ってもいいからフェンスに煽って持っていくぐらいの意識が欲しいな。なるほど、まあ、それはバッティングコーチが指導してますよね。知らないバッティングコーチ誰なの？あ、ヤギに変わるんだ。あ、そうです、ヤギさんですね。ヤギだったら分かるんじゃないかなと思うけどね。で万波はやっぱ高めしか打てないね。うーん、高めを狙わしておく。もう低めはなんか手出したらもうドイツつけるぐらい。いや、なるほど、もうポイント上げとけと。ああ、ポイント上げとけと。確かに高めの強い球を力負けせんとガツンってセンターから右方向でも打ってたりしますからね。だからあの子は煽るんじゃなくて叩くバッティングだから、はいはい、レベルから叩き、ハーンってこう、そうそうそう、はいはい、こう無知でバチーンって叩くような、はいはい、そんな感じで。だから魅力的な選手はめちゃくちゃ多いよ。あれを育てられなかったらダメだよ。でもその選手たち今言ってるのは豊さんも伸びしろのこと言ってくれてるわけじゃないですか、うん、それを計算して優勝予想を僕まだする勇気がなくて。優勝だって最下位だよ。まあなんでよ。いや今だったら僕はそれしか言えないんですよ。いやでもどこに勝つの？ソフトバンク勝てるか？優勝なんか言えるか？あ、まあ、こんちゃん持ってかれてんだぞ、はい、持っていかれたんですよ。 目向いて日本ハムには来るよお互い目向いて戦いますよ。いやお互い目向いたって白目と黒目みたいなもんじゃない。いやいや本当に牙抜かれてるんだから。ああそうです、ね、日本ハムは、はい、誰が今日新しい牙になるかっていうのを探してるわけだから、はい、勝てるかソフトバンクにあれだけ金使って。年間通してだったらそうですよね。でしょ、じゃあ1試合2試合だったら分からんよ、はい、そら、はい、これが現実や。いやよかった、オリックスに勝てるか。いや伊沢さんありがとうございます、うん、僕津軽海峡の向こうでそういう発言してほんま周りにしばかれそうになってるんですよいやみんな現実考えてくれっていうことを言ってて、そうそう、よかったです、ゆくたかさんが今ここで現実を、今の現実を。いや、ただこれは間違いなく言えることはピッチャーはともかくとして野手は間違いなく育てがいのある選手がいる、はいはい、これはいる、うん、だから大きく様が変わるっていうことも考えられますよね、うん、その気になった選手が数人いたら相乗効果も生まれるんで、うん、今年変わるとは思えないよ。だけどやっぱ今年1年かけて大事に育てる、まあ大事に育てるというか厳しく育てる、そうなってくると開花していったら日本を代表するバッターたちがいる、絶対に育つ。だからそれだけのその素材の宝庫だよね、うんうん、楽しみではあるけども現実は厳しいものも待ってると。いやいやチームの成績からすると、ね、はい、うん、だけどこれが育った時に勝負ができる。今年急に優勝するんだっていうのは現実考えて難しいんじゃないかということですよね。その先は強くなる要素だらけだっていうことですよね。昨年の順位予想、はい、ほとんど解説者は当たらないけど、はい、日本ハムの最下位だけは全員当てたみたいな。当たってましたね。それも外してるやついたけどさ、はい、外したろ。いや僕以上最下位、はい、それ目指さないチームが優勝目指さないチームが勝てるわけないと思う。そうだよね、はい、でほとんど当たってるんだよ、はい、そこだけは、うん、だけど それは新庄監督が悪いとかフロントが悪いんじゃなくてやっぱ選手が育たないっていう、育ってないっていうところがまあ一つのポイントで、やっぱスカウトは俺優秀だなと思うよ、日本ハムの。で矢沢を井の一番で取った、はいはい、矢沢の評価って俺めちゃくちゃ高いからね。あの子が逆に言えば新しい血になって俺は日本ハム変えていくんじゃないかって思ってるから、大谷が変えたように。はいはい、俺は矢沢に期待をしてる。まあでも大谷がそういう実績を残した分矢沢も取り組みやすいし、うん、チームも取り組まさせやすいですよね。まあそうだよね。だから俺は矢沢が新しい地になってだから日本ハムの雰囲気を変え、その若手に相乗効果っていうのを与えていくかなっていう、うん、それはピッチャーに対しても野手に対しても、だから二刀流を俺はやらせてあげたいと、はあ、新人合同自主トレで投げてる姿と守備練習バット振る姿、
もう周りの人たちが大絶賛しているそうです。そうでしょう、はい、センスの塊だと、うん、俺はやっぱこの矢沢を井の一番で取ったっていう、日本はあれだっけ、一本釣りだっけ、はい、一本釣りです。あ、これはやっぱ大したもんだと思うよ、日本ハムのスカウトは。はい、楽しみです。いや楽しみだよ、ね、なんか突っ込まってんね。いや俺が突っ込むから、いやこんなに肯定してもらえる周りは厳しい声ばかりだったんで、うん、はい、そりゃそうだよ、はい、そんな簡単なもんじゃないよね、あれと思って、はい、はい、お願いします。